こんにちは、デリッシュキッチンです。チーズケーキレモンタルトを作ります。まず国産レモン1個を用意し、半分に切りましょう。半分は輪切りにします。もう半分は果汁を絞ります。大さじ1取っておきましょう。ビニール袋に薄力粉 180g と砂糖 60g を入れ、空気を入れて振って混ぜます。さらに無塩バター 60g と卵1個を加え、全体がまとまるまで揉み、クッキー生地を作ります。続いてボウルにクリームチーズ 100g と砂糖 30g を入れ、卵1個を加えます。全体をよく混ぜ合わせましょう。牛乳 50cc を用意し、2回に分けて加え、その都度よく混ぜ合わせます。薄力粉大さじ1をふるって加えましょう。レモン果汁大さじ1も加え、再度混ぜ合わせチーズクリームを作ります。卵焼き器にクッキー生地を乗せ、均等な厚さになるように広げましょう。チーズクリームを流し入れ、切ったレモンを並べ入れます。アルミホイルで蓋をし、ごく弱火で30分加熱し、アルミホイルを取って冷ましたら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。